川内エクスプレスは、九州旅客鉄道が、川内駅鹿児島中央駅間を、鹿児島本線経由で運行していた、特急列車である。特急、川内エクスプレスは、鹿児島都市圏内での通勤、通学用ライナー列車として485、軽電車で運行されていた、爽やかライナー、ホームライナーを特急に格上げする形で2011年3月12日に、 運行を開始した。鹿児島本線の川内駅鹿児島中央駅間では2004年の九州新幹線鹿児島ルート部分開業時に在来線特急つばめがリレーつばめに解消の上で新八代駅発着に新大特急那覇が熊本駅発着に短縮されて以来特急列車の設定がなかったが7年ぶりに特急が運行されることになった。 しかし、利用客の低迷などから2016年3月26日のダイヤ改正で廃止され、代替として朝の下り列車の時間帯に移住院駅鹿児島中央駅間に新たに普通列車を設定した。川内駅鹿児島中央駅間で1往復運転され、鹿児島中央駅行きは朝、川内駅行きは夜の運転となっていた。川内駅熊野城駅串木の駅一木駅。 湯本駅移住院駅鹿児島中央駅を置いた鉄道事業部を置いた車両センターに所属する787系電車4両編成が充当されていた。九州新幹線鹿児島ルートの全線開業以前は、主に有明に使用されていた編成である。グリーン席は指定席、普通車は全席自由席となっている。JR 九州管内の優等列車は、 下り列車の先頭車を1号車とするのが原則で、あるが車両は日林、旧が霧島との共通運用であったため、当列車は例外的に全区間で上り列車の先頭車を1号車としていた。ありがとうございます。